どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。皆さんパティ持ってますか？はい、こちらね、もう散々ねパティ難民の人苦しんできたと思うんですよ。まあ確かこいつ確定役だったっけ。でスキブニコに20ターン変身のキャラで、まあバインド指2つ L 字チーム HP5 個持ってるキャラですね。で HP が1870、攻撃力96、回復が2100ぐらいあってね、回復もサポートできて、スキルが2ターンダブル吸収無効6解除、キー光回復3色陣編成が5ターンで打てるんですね。このね HP 強化5個のおかげで、最近のね高火力になってきているダンジョンにおいてはすごく耐久値を上げてくれるのが強くて、かつダブル吸収ロック解除生成があるので、特にダブル吸収の点がねすごく強いのがパティなんですが、まあ、今日はこのパティがね代用できるキャラが増えたということで、そう今日はパティとそして龍明どちらが強いか話していこうと思います。で、まあ、パティの性能は分かったと思うんだけど、ちょっと龍明の性能見てみましょう。龍明の性能こんな感じです。はい、それに対して龍明がこんな感じ。バインドスキルプラス封印追い打ち、お邪魔耐性プラスチーム HP4 つ、超覚醒が今のところチーム HP 強化が1個ついております。でこれまだ分かんなくて、もしかしたらまあスキルブーストプラスとかつく可能性もかなりあると思いますし、何かしらの耐性とかがつく可能性も高いかなって感じです。はいまあ少なくともチーム HP 強化がついてる時点でスキブぐらいはついてくるような感じがするので、まあ、一応パティとはそこで差別化できるかなって感じではあるんですが、まあ、現状で見えてる覚醒だと龍明はチーム HP が5個あって、それに対してパティはまあ指延長2つ L 字バインドがあって、こっちは L 字とか指延長はないんだけども、スキブ封印追い打ちお邪魔耐性プラス、特にまあ封印だとお邪魔耐性プラスかながあるのが特徴かなと思います。はい、なのでパティとはね完全に使い分けになる性能をしてると思いますが、まあ、リメはねスキルが1ターン盤面に 2×2 の雲を生成、1ターンダブル吸収無効が3ターンで出るんですね。じゃあ今回話したいのは一つで、リメとパティどっちが強いんですか、どっちがサブとして優秀なんですかということで、まあ、今日はそれについてね話していければなと思います。はい、どちらが強いサブになっているのか話していこうと思います。はい、でまず一つね、この二人を比べた時に明確に違うのが、パティは変身キャラクターで、龍明は変身不要なキャラクターっていうことですね。パティに関しては絶対にね変身をする必要があるから、マックスで2ターン変装までしかできないんだけど、龍明の場合は3ターンスキルということで、まあ、それこそ3ターン変装スキルをつけたりとか、あとは遅延をつけたりとか、序盤のスキル並みにおいて活躍してくれるところは龍明の方が強いかなと思います。まず変身不要というところは龍明の方が強いと思う。それに対してパティは指延長2つあって、何よりスキルが2ターンダブル吸収無効6回と3色陣が5ターンで打てるんですね。これで単純なダブル吸収無効スキルとしてももちろん強いですし、あとは6回と3色陣生成があるおかげで、盤面のね例えば回復花火とか食らった際にパティ打ってから他のスキル打つみたいなことができるんですね。例えばウルフデイトナ編成を使ってる時にパティ入れてる場合って、パティからのウルトナを使ってあげることで光、あ、間違えないと火光水をね作ることができて、まあ、確実にねあの光ソニアを倒すことができると。そうパティからのウルトナっていう方法が取れるからまあ強いんだけど、それに対して龍明を編成に入れちゃった場合に関しては、光ソニアがね光火の二色陣を作ってきても、まあ、返すことができないということで、まあ、そこが結構決定になってくると思うんですね。そうだからそこの対策を、ね、例えばカリンドラゴンとかする必要があって、その対策をする必要がある時点でやっぱり少しね龍明は使いづらさがあるのかなとは思います。はい、まあ、ちなみにレア度は8なんで、そこはまあ特に変わらないですね。はい、でそう龍明はやっぱそのロック解除ができないというところとか、陣がないところとかで、ダブル吸収3ターンは悪くはないんだけど、あそこが結構使いづらさはあるかなって感じです。あというね、ここまでのことを踏まえますと、まあやっぱりね実際パティ龍明どっちが強いのって言われたら、マジで龍明は超覚醒次第だから、結構ここはねパティ寄りになりそう。今のところはパティの方がやっぱり強いのかなと思います。あとやっぱねパティは8枠潜在持ってるんですよ。で龍明は6枠潜在なんで、パティは例えばこういう風にね毒目覚めと遅延2つとか、アシスト無効回復潜在と遅延2つとかをつけることができるんだけど、まあ、それに対して龍明ってね潜在6枠だからね、遅延つけた場合は毒目覚めとかつけれないしね、毒目覚めとかつけた場合は他何もつけれなくなってしまうので、やっぱりそこはね明確に弱点になってるかなと思います。ただまあ言うてパティの代用としては十分すぎる活躍をしてくれますね。そもそも今までパティの代用ってアウズンブラしかいなかったんですよ。アウズンブラしかいなくて、しかもスキルターンちょっとその分ねパティより重かったりして、まあ印象もすごく難しかったから、まあ、なかなかね引くのね難しかったと思うんですけど、まあ、それに対してこの龍明に関してはね、まあ入手難易度はかなり低いですからね。でしかもまあ1ターンダブル吸収無効とはなってるんですけど、まあ、言うて代用としては十分使えますし、まあ、例えばそれこそなんだろうな、
登場とかだったらね、あのボス確定で、ダブル急所の敵って基本的にワンパンできる敵が多いから、なのでまあ別に有名でこと足りますし、オクチョにおいてもね、ローレンスとかをワンパンできるような火力に調整してあげれば、あとは特に問題なく倒していけるかなと思いますので、そう、結局だからね、流明で十分代用できるケースが多いんですね。あとはそれこそ流明ループ編成を使って、流明ループ編成を使ってる場合とかね、流明3枚にアプリケート入れてあげて、でそれこそ非流明入れてあげてね、そしたらもう完璧な編成になりますからね。そうっていう感じで、いろんな使い道があるので、まあ、流明者はかなり強いブレに入るかなと思います。なので、まあ、パティと流明どっちが強いのって言われたら、今のところは僕はパティ寄りなんですが、それでも流明も十分同じぐらい強いと思いますし、あとは聴覚性次第でスキルブーストプラスとかついたら全然パティより使いやすいので、そういうところに関しても評価変わっていくのかなとは思います。はい。っていう感じがね、今回のパティと流明どっちが強い論争に関しての結論でした。なんかフェス限ヒロインってこの前復刻来たよね、よく考えたら。だったらまだしばらくは復刻しなさそうだし、まあ今のうちに流明取っておいてっていうのが一番いいでしょうね。代用としては十分だから。まあ、実際だってね、アウラとかがね来たのこの結構前だっけ、言うてこの前だよね、普通に裏多次元ぐらいの時だっけ、天寿とかの時、まあ記憶にないわ。まあでも最近だとは思うので、9380万とかなんで、まあまあしばらくは来なさそうなんで、流明取っておけるといいかもですね。あとちなみに一個だけ言っておきたいのが、流明一点狙いしない方がいいですよ。なんかね、普通にね、流明をね、一点狙いするやつはね、もうね、やばいです、これ。1.2% なんで、引けると思わないでください。もうね、本当にバカです。なので、流明持ってないわ。俺パティも持ってない、流明持ってない。だから流明引こうって思ってる人ダメです、絶対。流明以外にも欲しいキャラがいて引くのは全然 OK。ただ、流明単体狙いをしたところで、1.2% なんて出ません。流明出ろ、流明だろってこうやって思ったとしても、まず星なのすら出ません。出るんかい。でも流明は絶対に出ません。結局星のピックアップ率高いからね。こんな感じでほら。もう十分、これができるんだったら今すぐ引いていいよ。聖なレックス、ショーテル、正宗ってこれ完璧やないねこれ。強すぎやろ。まあ実際こんな引きができるわけがないので。間違えた間違えた。ごめんごめん。そうだね。だからまあ実際別に引けるならいいですけど、基本的に引けないのでやめた方がいいかなと思います。はい。なのでまあぜひともですね、もし流明持ってる人はパティの代用として使ってもらったらいいし、パティも流明持ってない、青ツンブラ持ってないって人は、まあ正味流明を引きに行くというよりかは出ればラッキーぐらいの気持ちでね、たまにガチャ引いて、でまあ流明自体がない人もね、まあ普通に多分もう我慢して、まあ多分これ流明が出たってことは、近々多分何かしらコラボとかイベントでパティ流明の上位互換的なノリのキャラが出ると思いますので、まあそれを待つのでいいんじゃないかなと思います。ということで今回はパティ流明論争について僕も話す動画でした。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。